そうですね、はい、見とけるというのはカーブ、大きなカーブです。カーブ大きいですね。そうですね、これはかなり特徴があります。ここまではいい結果が出ています。大きなカーブ、いやこれは松田のカーブ、ジジイさん相当特徴的ですね。これ要チェックですね。はい、シーズンに向けて決め球でも来ますからね。こうやって岸投手のカーブ似てますよね、はい、似てますね。これどうですか、バッターからすると一回こう目線が上がりそうな、うん、はい、目線を上げるとね、その後のボールもね振りに使えるというかね、一回ずらせますから、そこからストレート、はい、そこからフォークっていう風にも、ちょっと安心、これ嬉しいですね、出てきたのは、はい、またカーブだ。この松田のカーブは、おっと一塁際どい、全力疾走の池田。有力な一人になっています。このカーブ、これ武器ですね。いやすごいカーブですね。あと風も効いてんのかな、これ。それもありますね、はい、今マウンド上では向かい風になっています。いやまさに騎士のカーブのようです。これは松田の大きな武器。このカーブです。井上誠也、ここまでの対外試合7試合に出て17打数5安打しています。スタンドが揺れています。来たカーブ、なんとか当てます。山口なんとか当てたか、キャッチャーゴロになりました。3アウト、山口に1本は出ません。